あのできるときのスピードはあの問題なかったと思います、ただ、もうちょっと末が欲しかったですね決勝戦はそのあたり、課題になりそうですか、えー、それもある,あるんですが、ちょっと難関5人並ぶっていうんで、はい、ちょっと、一晩ちょっと作戦考えますす千葉の3番手に行きます、はい、最後、またゴール際、伸びたいですね伸びたらいいです。はい あの優勝できたら最高だと思ってます。一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。僕は自在に立ち回ります。ま何、あ、巻も5社でまあ、2段掛けとかも考えられるんで、まあ、ちょっとそれすんなりだと面白くないんで。まあ1回はなんかアクションを起こしてちょっと柿回せればいいなと思ってます。あ、鹿内くんの後ろにいます。いや、もう完全に任せるんで。うん、でも。まあ、鹿内くんもこうみんなに印象を残してもらえるような。うん ちょっと豪快なレースでもなんかしてくれたら、うん、面白いいかなと思います、えー、難関で連携して、自分は森笠の後ろで4番手で、ず、はいぶん長いラインになりますけれども、そうですね、まあ、前にみんなお世話になってるんで、な、は、ん、い、とか固めて、はい、初日からね、なんか雰囲気がいいんでね、今回は月もあるし、いいいかなと思いますけど関東でね、健太がいるんでね、離らないようにね、ぜひついていって、くらいついてみますよ。 あの難関ラインも長くなるし、まあ、三上に前を任せてもらえたし、まあ先行を基本にあの積極的な走りをしたいと思います。はい、えっ、ー、と一応難関5番手になってます、うんはい。どのようなレースをご自身ではしたいですか。そうですね、あのチャンスあったら突っ込めるように頑張りたいと思います。調子良さそうですね。そうです、調子は維持できていると思います。いや、佐々木田さんはもうとあの昔から自力で強いんで、もうしっかり信頼してついてきます。 ではファンの方に一言お願いします。決勝戦あのラインで優勝者が出るように一生懸命頑張るんで応援よろしくお願いします。